はい。ということで、皆さん、いつもゴールデンラッシュポッドキャストを見ていただき、ありがとうございます。なんと、動画の一番最後にね、重大発表があるので、ぜひぜひね、そちらまで見てほしいなということで、掃除したりだったりとか。 あとと運転したたりりだったりとかまあそういうことをしながらぜひぜひねまあ最後まで聴いてもらって最後の重大発表まで待っていただけたらなと思いますのでねぜひぜひお楽しみにということでそれでは本編始めていきましょう新しいアルバム「CROWS」「CROWS はカラス」「カラスって非常に頭いいコミュニケーションも上手いし、うん、記憶もめちゃくちゃいい」でその中にお互い持ってる俺たちはカラスのように動かないといけないいつも思うけどなんで俺の動き細かく知ってるの携帯な中に出てくる CM とか、うん、卓球のゲームなのにロケ 知りたい。申し訳ないし。いこの流れが続いたら、将来的に危なくなると思うから、ね、うんうん、本当に心配してることをリリックに出さないとアーティストって感じしないか。何杯ぐらい飲んだらいい感じなんですか。九パーセントだったら三つはいける。はい <laughs>、まあ、はい、いけ、いける、いけます。や<で>あれはドラッグやで。いつか中杯やめてビーガンになる。ビーガンに。おー <laughs> いやいや、なれないなれない。いずれじゃ大変 はい、ということで、今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストは、キャッチーなフレーズでいろんな曲がバズっている、バイリンガルラッパーの宮地くんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。Golden Rush、Golden ラッシュ Yes,、yeah, that's our, we are out here.And、um、英語にちっそうですね。っる笑<笑>でも、あれですね、ずっと自分はあのバレンブージュのリミックスの時から聞いてて、 ノリがそうだね確か最初に見せてくれて、ね、ガンガンかけててて <laughs> なんですよねそっからずっと聴いてるんでいや嬉しいですね今回はありがとうございますありがとうございます,すちょっと直接もうすぐに入っていきたいんですけど、うん、あの最近出た「毎日2」2> はい、この曲やばいなと思って、うん、アナーキーさんとこうやるようになった経緯とかってどう感じだったんですか あのもう本当に俺があの一番この曲に似合うなって思ってたラッパーで誘いましたなるほど大体いいんかあの最初はあのセノバイっていうあのトラックメーカー、はい、<laughs> シャーラーセノバイマメン があのの毎日1のトラックも作ってなんかある日彼がストーリーになんかあのビートを作ってる動画をアップして、うん、なんか俺すぐ聞いたら、うん、えこれ毎日撮るじゃんみたいな音だけ聞いたら、はい、でもそれは彼の予定じゃなかったあ,<ー>、うん、あの人はただうん、うん、もう普通にそんなことするからな 今作ってるビートを、うん、ストーリーにアップするから、うん、多分本当はあのそんな目的じゃなかったけど、うん、俺がいやあのすぐもう本当にすぐ電話して「あこれは俺のビートだよこれ前に出たから <laughs> で」その後なんかあの PV の内容全部考えて、うん、絶対今回は なんか。内容的になんか。パートナーが。欲しいってなんか。あの曲にも。あの。あの良さそう。はって感じになって。なるほど。まあ、曲の音も。その。あの。映像のイメージも。あの内容も全部考え、なんか。含めて考えて、絶対穴あきだ。だから。 シャーダウそれこそそのストーリー性っていうのを流れを見てくるとそれこそその2で終わりの感じで言うとこれは3はあったりするんですかそうですねまあ続きはあるかもしれないですねおおそれで言うと, <laughs> 言うと毎日前ワ1を作った時に、はい、毎日2の構想はもう最初から頭にあったんですか 毎日1作った時は全然続きをするかどうか全然考えてな、うん、かった。考えてなかったんだ。うんはい、だビートが引っ掛けでっていうことですよね。まああの PV の内容も結構なんか、うん、あのー、謎で終わったからか続きはできるかもって感じで作りましたけどでも別にそれができるかどうか分かんなかったしあの時は全然。 予定は全然作っってなかったから<ー>ストーリーも全然書いてな考えてなかったその,あのトラック聴いてから、うん、あの影響をもらって、うん、あストーリーが見えるって感じになってなるほどえあのミュージックビデオ結構なんかストーリーが多いなと思ったんですけどこれって宮く君自分で考えてるんですかそそううですねなんだそうです、ね あのコラボレーションの曲とかなんか1曲2曲は俺のなんかディレクターがやった時もあるけど俺の PV はほとんど全部俺が考えてる内容へえそれは何をインスピレーションに何かストーリー書いたりしてるんですかそれは曲によりますね曲からインスピレーションを直接もらってきてみたいな まあでもなんかそれで思ったのがあの、まあ、それこそ毎日はまあ,ばなあの宮地君が自分で言ってるけど例えば「東京ビタミン」と一緒にやった曲とかはなんか自分で何役もやったとかしてて結構演技をしてる PV が多いのかなっていうのが個人的に思ってて、うん、それは意識してることなんですかやっぱり。 楽しいし、うん、なんか面白い PV があれば、うん、あの絶対、あのー、やっぱり今の時代って、うん、YouTube 結構インパクトあると思うかだから、まあ、プロものになるし、うん、いいプロものになるし普通に楽しい普通に PV の内容を考えたり、はいはい、あの PV の,あの,のために演技したり、うん、いろいろ楽しいから、やりたいことだから。ビジュアル、俺もビジュアル結構なんかあのなんか映画とかめっちゃ好きだし、だからい,いろんな、多分毎日2とかなんかいろいろはい、はい。 あの他の、なんか俺が見てる映画から影響もらってるところもあるし、イメージ的にインスピレーションもらうのいっぱい、あの機会いっぱいあるから、うん、ビジュアル好きですね、全体的に。はいはいはい、なるほど、なるほど。将来的に例えば俳優活動だったりとか、そういうのに興味あったりするんですか おおありますそうなんですね。もしいいい、あのね、入、はいはい、らせたら、入、はい、らせてくれたらあのいいですけどね、ま,ま,だいまだ分かんないですね、あの、うん、ホリーウッドとか、分かんないけどね。リ<ー>、うん、ウッド。いやいやいや、わか、ね、まああるやるかもしれないね。うん、それも、なんかい、全然アメリカとかでも。 アーティストから始まって俳優やってる人とかもいるからなんかそういうのはちょっと感じててそうだね、うん、まあ俺はなんか別になんかあのう有名なんかホリウッドアクターになる夢は別にないけど俺はもうあのあのドープなことはやりたいからんかあのかっこいい映画に、うん 入ってるのは夢は絶対ある確かに、うん。なんかちょっとだけ話戻っちゃうんですけど<然>それこそ俺 MV とか見てていろいろもちろんその今の世の中の要素とか、うん、例えばその意味合いとかも入ってたりちょっとコメディでもちろん入れてる部分もあるんですけど、うんうん、よく見ると結構シリアスなところもかかなんかメッセージ性が困ってる込,込めてあるんです あるなっていうのを思ってたりとかしてて、そういうのはなんか例えば世の中になんかどういうメッセージ性を出していきたいとか、またはあの日本の世の中、まあだったり社会だったりあのに対してなか送りたいメッセージだったりとかってありますか？これはあの毎日についての質問ですか？ それ例えば、毎日2だとすると、例えば自分がちょっと面白いなと思ったリリックとかは、うん、SNS SN やりすぎやろ、捨てよ、うんうん、GPS バレてるから捨てよ、これとかも結構その <laughs> あるのかなっていう、<laughs> 宮司君の考えがあるのかなと思ったんですけど、はいはい、これに関しては、どういうい毎日2についてそ,そうですね。うん、あの,あの,あのリリックはやっぱり、うん あのまあだから毎日は、うん、あの結構レベルあるんですけど、うん、俺があの今の世界の状態、うん を見ての意見もあるし日本に来てから日本のことをもっと日本の文化とかいろいろ学んで日本の人と日本人ともっと話してあのどんな生活生きてるか目の前で見てからの俺の自分の意見もあるからあの全体的には多分一番大事なメッセージ たぶんあのメンタルヘルスですねうん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 なるほどなるほど今の社会社会人は、うん、あのいろんなチャレンジがあると思う、うん、はいはいはいあの 貧乏とか金なしのところから上がるのは難しい。あのー、サラリーマンとか社会人の生活は普通あんまりなんかヘルシー、うん、へへヘルシーかなってちょっと俺がチャレンジしてる感じ。うーんそういうことか。あ、そういう疑問があるってこと俺,俺たちが普通の人が食べてるもの普通,、うん普通 テレビ見て、うん、携帯つけて見てるもの,、うん、あの会社の上の人から言われてること、うん、いろいろこれ正しいなのかなってうん、うん、ついての曲だからいろいろ言ってるのは SNS の中毒性とか,、はいね、か SNS でも アルコールみたいに、うん、他のドラッグみたいに中毒性アディクトになれる可能性あると思う確かにそう思いますあのー、GPS、うん、俺いつも思うけど、うん、なんかなんで俺の動きしあんまりあんまり細かく知ってるの うん、みたいな携帯なんかいろいろあるじゃん確かに確かに広告とか CM、はい、出てくる CM とかうんうん、うん、すごいわかるあのアプリがなんかいつもロケーションのことをはいはい、はい、聞こうとしたりとかそうそう聞こうとしてねなんでなんで俺がもうあのなんか例えばなんか iPhone のなんか卓球のゲームなのになロケーションはい、はい <laughs> 確かに確かにロケーションをね知りたい <laughs> なえあんの関けないでしょ確かに確かに,確かにいろいろあるよねあるあるあるそんな時もあるでしょだからありま,すねまあだから別に今こんな問題がもうこの問題見てこの問題についてみんな パニックした方がいいってメッセージじゃないけどでもこれが続いたらどこまでいくこれがこの流れが続いたら将来的にそう将来的に良くないと思うし危ない危なくなると思うからもっとまあだからあの俺は チューハイみたいな、うん、あのあの,あの東京ビタミンの曲みたいなははふざけてる <laughs> パーティーするジャンプしようみたいな曲も作るの楽しいけどははなんか本当に思ってる本当に心配してることをははあの あのリリックに出さないと、うん、なんかあんまアーティストって感じしないかなはいはい、はい、うんなるほど,るほどそれは俺のなんか影響をここまで頑張って、うん、ここまで宮地が上がってきたから、うん、それは俺の責任なんじゃないってちょっと思いがあるうん,、うん、うんそれは深いなだからやっぱサラリーマン結構サラリーマンの格好をすることが多いと思うんですよ例えばチューハイの ミュージックだったりととかは毎日そうだと思う思けど俺はもちろん日本に育ててないし、うん、あの日本のサラリーマンになったことないですけど、うん、あのまあでもアメリカでいっぱいいろんなバイトあったし、うん、俺もなんかウェーターの仕事とかね皿洗いとかうん、うん、いろんなあのもうお金ない仕事探さないといけないみたいな。 普通の仕事いろいろやってみたけど、うん、やっぱりなんかあのあのラッパーになる前に、うん、あのいろいろあの頑張ったから、うん、なんかその別にサラリー日本のサラリーマンと 一緒って感じじゃないけど、うん、でもなんかそのキャラクターに入ったらもうちょっとなんか分かってくれるかなっもっともうちょっとコネクション宮治君が伝えようとしてることとかそう普通の人にコネクションができるかな、うん、なるほどなるほどああそういう意味でサラリーマンの格好してるんだん結構通常のねそ一つかな、うん、風景もいっぱいあるしみたいな だから特に日本とか、うん、ラッパーって何って言われることがあると思うんですけど、うん、でもそこでやっぱいろんなミュージックビデオだったり音楽を通じて、うん、自分たちもそれこそじゃあ音楽あのその普通の人間で、うん、それこそまたいろんな仕事だったりみんな努力を重ねて、うん、本当にスタート・ファン・ド・バランから上に上がってはい、うん、上がっていくっていう,うん、うん、そういうメンタリティがその 今ヒップホップでやっぱ溢れてると思ってて、うん、そこに共有できる気持ちがあるからこそやっぱそこの説得力があると思うで多分普通はなんか普通の有名な日本のアーティスト考えたら例えばアイドルとかなんか。 距離が遠いってイメージしますなんかあのこんなにかっこいい人がもう完璧にもう神に見える、うんうん、それは別に悪くないと思うんですけどね俺もあの別にあのねあの普通の宮師の時にかっこよくしたいし <laughs> あの,あの俺も別になんか なんかボロボロの宮地を見せたいって別にそんな気持ちじゃないけど、うん、でももっとなんか,あのなんか俺のリアルの人生を見せたらもうちょっと分かってくれるし、うん、もうちょっとコネクション、うん、もうちょっと深い、うん、あの意味があるコネクションが作れるかなって思うのでまあだからあの。 毎日みたいなキャラができ出てくるし、ねうん、なるほどななんかそれこそ GQ の天エセンシャル見てた時なんですけどチェーンは一つ <laughs> はいはいはい確かに確かに俺そこからチェーン一つにしましただからもうブリンブリンじゃなくていいみたいな <laughs> なんかそこがあのみんな普通の人からもそこならいけるいけるっていう <laughs> その そのギャップっていうのじゃなくて本当にみんなからも分かる共有できるっていうその気持ちが宮地さんのやっぱすごいいいところだったり自分もそういうところに似てるなとか思えたりするからより共感してもっと曲のリリックだったり意味を知りたくなる純粋にファンとしても見たくなる知りたいそう生き方がかっこいいと思います。確かに ちなみになんですけど日本に来てびっくりしたこととかあったんですか最初まあ文化がいろいろ違うところかな、うん、俺はあのあのハーフで、うん、あの子供の時でも日本に来てたけど、うん、でもそこまでなんかちゃんと日本の社会ってなんか、うん 子どもの時はなんかもう日本に来て遊びたいみたいなあの感じだったからなんかやっぱりあのアメリカのカルチャーと日本のカルチャーの違い結構あるから結構学びましたね今までどういうところが一番なんかわこれは知らなかったなっていうなんか急にびっくりしたことがあったんですか 人のなんかコミュニケーションかなうんあのやっぱり日本人とアメリカ人の話し方、うん、考え方 あの育ちも結構違うからまあ確かに、うん、あの例えばなんかもし何かが起こったら、うん、アメリカ人のリアクションと日本人のリアクションが全く違うかもしれない、うん、確かに確かにはい、はい、だからあのそれって結構なんか 人と仲良くなるとか、うん、ああのこの音楽社会のビジネスを進むためとかいろいろ俺が詳しくならないとうまく動けないから。ということで今回のスポンサーはなんと AmazonMusic アンミッです下の概要欄の方から行ってもらってクリックしてもらうとなんと30日間無料お試しキャンペーンができます a m Amazon ミュージックアニメってすごくて9000万曲ありオフラインでも再生できて広告もないんですよしかもねゴールデンラッシュポッドキャストこのポッドキャストがなんと a m a z o ミュージックにあるのでそこからね音声だけでも楽しめるというね優れもの下の概要欄からクリックしてもらえば30日間0円でお試しキャンペーンチェックしてみてくださいなのでエピソードの方に戻りましょうレッツゴー それでさ聞きたいことがあってあのメンタルヘルスこれ結構あの自分たちも結構話してることというか前回の、えー、違うな前回と前撮った時にのアーティストが実はその親友が自殺しちゃって高校生2年生の時かなでそれでそれについて曲を書いてそうだからその話は結構ないのかなと思ってそれが TikTok ですごい回ったんですよ だ誰の曲ジェフ・ヤラキっていうもう一回ジェフ・ヤラキっていうローカルのアーティストなんだけどあのー、北海道北海道ののえラッパーラッパーです<う>あのー、俺も今度のアルバムに似てる曲あります、うん、ああそうなんですかそれは友達のそのそうですね、うん、あの、あのー、自殺の話ではないけどうん、うん、メンタルヘルス打つとかあ まあやっぱりメンタルヘルスみたいな曲じゃないけど、うん、まあでも俺がなんか俺の悲しみとかその思い出の話だからまあ俺のメンタルヘルスのところはある,、うん、あると思うけなるほどなるほど、はい、結構大変だった時期があった精神的にもそう,そうですねそれはどういういかあ結構なんか高校生にやばい事故があって、うん ほうあの親友が、あのー、死亡しました。うん。亡くなりました。うそっかそっか。はい、それはでも確かにきついですね。きつかった。うん結構あのー、あのー、そうですね。あのー、僕いしあの時一緒にいたから。<ー>あ亡くなった時にそ,そ,うそうそうそう。だから結構俺の。 頭にもあのあのあのもうなんていうのい,いつも回してることだからあのまあだからそれはもうもう十年前だからあのそのなんていうのあのあの時からの同じあの痛みちょっと今はうん、うん、今は大丈夫。でもまだその そのあ,のあの人は結構俺がラッパーになる理由に結構つながってるからそう,なんだ,そうだから教えたかったお話であのあの新しいアルバムに入ってます皆さんチェックしてくださいぜひチェックしてください、えー、そのちょっとしたバックストーリーとかなんでそれがなんでそれが経緯でラッパーになるって決めたかとかちょっとしたストーリー どうしてそれでラッパーになですかああもううてどしその友達が亡くなったのを見てラッパーになろうって決めたんですかあの,あの人が最初俺の、うん、あのなんかあのラップ頑張れって言ってくれた人うん最初何かできるよって信じてくれた人はいその彼は音楽やっていたんですか音楽やっていたトラックメーカーもラップやってた<ー>高校生の時のなるほどなるほど もともとミュージックに高校生の頃からラップを始めて高校生に始まりました。その時はどこに行ったんですかニ,ニューヨーク。ニューヨーク。ニューヨークで友達どうやってな、何が、その、あれでどうしてラップ,になろうラップをやろうって決めたんですか,んかでみんなヒップホップ好きだった、その周りの友達<ー>クルーで。はい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 。サイファーみたいな。あいやだ、まあだから普通に、なんか、うん、フレンドグループ。うーん それが俺と、とクルーがあったんです。で、あの多分もう11、12年、うんうん、11、12年入ってた<ー>フレンドグループで、みんな、まあ、遊んだり、パーティー行ったり、酔っ払ったり、うんうん、いろいろ <laughs> 他のこともやってましたけど、<laughs> あのみんなヒップホップ、<laughs> 同じヒップホップの,、うん、あの曲もアーティストも、みんな、あの ディグっててあのフリースタイルしたり一緒に一人がビートボックスしてみんなフリースタイルしたりパーティー行って他のクルーと会って他のクルーとフリースタイルしたりあのその給食時間でもう給食のテーブルでなんかフリースタイルしたりそれがなんかあのまああの時のなんか 流行りみたいな感じであのそこからまあ俺が本当に友達のおかげで、うん、ヒップホップのことちゃんと学んでかっこいいアーティストいっぱい学んで他の友達のラップ聴いてあの結構なんかうまいやつ何人もいて、うん、俺たちの中に。ああ あの人たちのおかげで俺もなんかやりたいって気持ちが上がってきたからそれはありがたいもう本当にみんなに、うん、そうですね当時はどういうアーティスト聞いてたんですかもう一回当時はどういうアーティストフレンドグループで聞いてたんですかあーんもうニューヨークヒップホップがあのだったらみんな聞いてたへえー、ベギーナーズマーブディ Gangstar,、うん、you know, DJ Premier,、うん uh, all this, the bootcamp click,、um, everybody. So, that's cool, G Rap, Mina.、うん、Do you ever listen to LA の song? かか West Coast song? LA, I know that you are already talking about New York. まああのー、まあ多分2パックぐらいとか、oh. あのー、あのー、ちょっとなんか93 till infinity とか、oh. 他も、まあ、アイスキューブとか、mm hmm. まあ聞いてたけどでもやっぱり俺たちのなんか、mm hmm. あの 俺らの町の音楽だって、うん、プライドはすごくあったもね、うん、はいはい、はい、なるほどなるほどそうへえー、そうそうそうそれはもうそ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 うはうそうそうそうでうそ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 うもうそうそううでうそうそううそううそ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 う あの音楽やってるけど、まあ、ヒップホップまだトラックも作ったりしてるけどお互いと一緒にこれ,からあのあのこれからの新曲も一緒に作ってるけど12歳からの親友でもあのヒップホップよりもっとなんかアンビエントとかハウスとかいろいろ。 映画のサウンドトラックエフェクトとかの方に行ってるからああそっち結構うんでもあのあのあの人結構才能すごいし宮地さんはそれこそこれからアメリカとかに行くと例えばじゃあ向こうでもライブしたりとかこれからするんですか そそれこ23年前とかそれこそフィラデルフィアで一回ウータングと一緒のステージでそれこそで、やった時はもうめちゃめちゃやばいなと思いましたしこれからもじゃあアメリカだったりとかいろんなところ各地でももちろんもちろんもちろんんあ,あ,あんまりあのそのラ,イブライブは決まってないけどあのもちろん。 うん、アメリカもだけじゃなくて、どこのところに、どの国にとかまいやもうあの、まだ決まってないですけど、うん、あまあ、カナダとか、うんあの、ヨーロッパでも、アジア、他の国でも、うん、あのみんなあの、ちょっと様子見てるから。なるほど 絶対行きますお<ー>行くと思います,す、ね、ちなみにちょっと話変わっちゃうんですけどコンビニコンフェッションズあるじゃないですかあれめちゃくちゃ面白いなと思ってありがとうございますラッパーの宮内君とは違う、うん、なんかある意味パーソナルってい方で出て,てでやってたんですけどあれとかはな,なんでやろうと思ったんですか最初あのー あのニューヨークにある番組なんですけど、s i、うん、タ h t a l k っていうあの番組あって、うん、あの、Shall I Sightalk? あの番組から結構影響もらいましたねあの。あの番組は似てるように、その一人がニューヨークでインタビューしてるけど、うん、あの、 あの結構面白いフォーマットは似てるけど、うん、やっぱりあの僕は僕のふざけ方は、うん、もう本当に子どもの時からあの同じようにふざけてるから <laughs> そ,、ね、それは俺なんかあのあの時から作っって。 できてるキャラクター。こ<ー>、うん、の頃から。うん、そう、それ、うん、そのそのなんか、俺はもう中学生とかに、うん、結構なんか外にいて道なんか知らない人になんか。 ふざけ <laughs> 機会がいっぱいあったから俺はもうそんな人だった昔からああいうふうにはそんな子だった、えー、だからあ<ー>あの俺のなんか幼馴染とかコンビニ見たら全然でびっくりしない、うん、あそうなんだ <laughs> でもなんか自分が思ってるとやっぱそのバット・エン・ブジーとかから聞いてたから結構、ま、GQ とかも結構ふざけてたからそのな,かなかなか日本にはないふざけ方というかすげえ真顔でふざけてるみたいなでこう あえて多くいるみたいな。それが、もう爆笑しちゃって、おもろいなと思って。どうも。<laughs> ちなみに、コンビニコンペッションズやってる中で、一番、この日はちょっとやばかったな、みたいな、ああ、この間、あの、まあ、あの、土曜日の夜も結構やばかったけど、ハロウィン。あ、ハロウィンか。ハロ,ンハロウィンってったん ちょっっと動けなかった <laughs> やばかった <laughs> その前は北千住北千住も結構やばかったん,なんか本当に東京でかいなって思って俺北千住一回も行ったことなくて初めて行っては、うんうん、やっぱこんな遠くまで行ってもこんな街あるんだねってなるし、うん、結構みんなあの酔っ払ってましたね <laughs> あの 結構アルコリック、うん、いっぱいいますねあ,あれはやっぱあえて酔ってる人見つけてるんですかあ,あえてわざと酔ってる人を見つけてインタビューしに行ってるんですかどういうふうに決めてるんですかインタビューする人とか面白い格好とかゲリ,ゲリラなんだもう行って面白いなみたいな面白そうだ,いうだ、ね、ゲリラで,リラで勝手に行きます <laughs> もしあの <laughs> もしそうかそうかそうか、うん、まあもちろんねでも,もう予定なしですへえとりあえず行くみたいなとりあえず質問とかは質問は考えてるけどあ考えてるんだへえ行ってでもそれも、うん、それでも半分フリースタイルしてる時もあるからああそうかそうかそうかあの,あのゴキブリにインタビューしてるやつは あれはアドリブですかそれはだってまあゴキブリ出るプランニングはできないあの別にゴキブリ撮影のために持ってきたって感じじゃないからそれは間違いないですなるほどゴキブリもゲリラでしたゲリラでしたねすごいよなでもあれは大変え 最初バレない。結構なんか途中でバレてるなんかあ宮地君だってバレる時もあるけど。最近はめちゃくちゃバレてて。ああやっぱそっか。うん、あの段々ちょっとまあ難しくなってきてる。けどまあでもあのあの面白い人はいっぱいいるから。なんか、うん。 で知っててもなんかいいインタビューやってくれる人もいるしああ<ー>、うん、知っててうんだからまだ楽しいうんこれから先もどんどんやっていこうっていうのどのぐらいやるか分かんないですねちょっと考えてるちょっと考えて、まあ、楽しい見るときにこれラッパーだからまあそうねうそうっすよねそうかそうか ラップは音楽が一番大事、うんうん、音楽が一番大事いいでまあでもコンビニ楽しいですけどうんうん、うん、ちなみにコンビニコンフェンションズってこれはや見てての感想なんですけど中ハイの曲を出す時にプロモーションとしてやったのかなって勝手に思ってたんですけどそれはそうなんですかそれもあったけどそれは途中に考えたから、うん、あそうなのハイはやっぱりなんか、うん、コンビニや,はやり始めてから なんかそんな曲書く気分になったからお<ー>逆にあそういうことか逆にあそうなんだチューハイが先行者ではないんだそうですねもちろん,なんかコンビニが成功したら俺がなんかそれを使ってプロモになれるって分かってたけどでも別にチューハイチューハイは途中に。うん 考えました。うん中杯本当に飲むんですか結構。中杯って本当に飲むんですか中杯本当に飲んでますよ。いい <laughs> 多分ば番組見たら分かります何杯ぐらい皆さんコンビニコンフェッションチェックしてください。うん、<laughs> ナースチェック。何杯ぐらい飲んだらいい感じなんですか <laughs> もうあ、落ち着いた方がいいと思う。<laughs> うね、そんなに飲んでる、うん、はい。 もうすぐ3時になるのでやっぱりなんかちょっともうちょっと大人になりたいけど <laughs> でもあの9%だったら、うん、まあ3つはいける 3, 3つでかいやつですか、うん、はい <laughs> は,はい,けいけるいけますいけますいけるけどやっぱりねなんかあの 二日酔いもあんまり悪くないけど、ショットの方がやばいですね。<ー>シ,ョショットやる方がやばいからあ。あ本当ですか、うん、ヘネシーとか。<ー>そっちの方が次の日恐ろしい。うチュハイあんまり悪くない。本当ですかうん。チュハイ結構やばいって聞く。だけど、まあなんかす、うん。ね、あの、毎日つに行って行ったように、ね、あの、独製弁当。なんか、うん。うん 俺たちが食べてるもの、飲んでるもの、何が入ってるかはっきり分かんない。ストロングに何入ってるか知りたくない。読めないけど。だから、いつかやめたほうがいい。いやそれは。そうだね。あれもあれでドラッグやで。いやー、あれはドラッグやで。いつかチューハイやめてビーガンになる。ビーガンに。いや、ビーガンにならないな。急いちうだい。だけど、まあね。 なんか大人になったらもうね <laughs> ねその時はその時しないちゃんとしたいそうかそうかえちなみに最近ファミチキ本当に飽きてきてるんですかうん飽きてきてる <laughs> <laughs> そしてあのなんでワイン飲まないんですか, <laughs> かそこも気になるですねワインをなんで飲まないのかいやあのあのやっぱりあの あの時代はもう本当にチューハイプッシュしてるから<ー>他はもうもういいとそうしてろみたいな感じでまあ普通はワインなんか、うん、眠くなりますねああ<ー>、うん、確かにチューハイはこう結構アッパーな感じなのかな、うん、そ,そうですねそうですかそうですねえ例えば宮地君がショーとかでパフォーマンスする前とかは 飲むんですか飲まない全く飲まない,飲まない終わった後に飲むそうですね仕事やる時はコンビニ以外うん仕事やる時はその宮地の仕事やる時はうんあのもう何もそうー,バーああそうなんだうソーバーでへ、ね、えー、レコーディングを全部はへ、い、えー、そうかそうかそうかなるほどなちなみにあのもうファミチキで思ったんですけどファミマラップマットキャブさんと 作ったあれってもともとファミマの音を使ってやろうっていうのはもともと計画したんですかファミマラップあるじゃないですかあれをマットキャベさんと作った時はもともと作ろうっていう話をしてたんですかあそれはある日なんかスタジオに入って、うん、マットがもうそのコンセプトと トラックほとんど用意しててあ,あそうだったんだまあ半分できてる状態でトラックがうんうん、うん、でなんかまああのマットが、うん、ファミマについて曲作ろうって言われて <laughs> ああいい,、ね、はい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 ってなってそこに書きましたうんシャラーマイケアシャラーマイも出してましたもんね2人 あのー、そうですね、ちょっとパーソナルなことちょっと聞きたいなと思ってて、<あ>ちょっと GQ で見たんですけど、キャンドルが好きなんですかあいや、あのー、あんまり、あんまり、<laughs> あんまりだった <laughs> 別にろうそくはあ,のあんまり、<laughs> 別に、たぶんない。 <laughs> 言えなくない <laughs> <も> <laughs> 適当だったら <laughs> GQ の敵は適当だったら <laughs> も,しもしあったとしたらなんか好きな匂いとかあったりしますよ <laughs> あのそうだよねあのあのまあ,あ GQ はねあのなんかすごく有名な <laughs> ちゃんとしてる会社だから <laughs>、はい、あの 言えることもあるし家のいないこともある,もある <laughs> 確かに確かにまあとりあえずろうそく大好き大好きです <laughs> ちなみにインスピレーションを受けている映画とかドラマとかあったりしますうんあのー、いっぱいありますね、うん、あのー、日本の映画でもアメリカの映画でもあのー、結構 まあ、俺ほとんどドラマとか好きだけどアクションシーンとかみたいな,そのなんていうのもっとハイペースみたいな映画も結構好きだけど、うん、でもまあいろいろバラエティーやれるあのやっぱりあの 音楽と映画、音楽とビジュアルの、うん、その、なんていうの、relationship、うん、<性>関係、関係は、すごく大事だと思う。すごい密接に繋がってるいいでしょ。うヒップホップ考えてもなんか、本当に、ヒップホップの伝説のラッパーってみんななんか映画のキャラ、うん、スカーフェイスとか、うん、あの、トニー・モンテ a、うん、like, you know, あのブーチェインとかなんかのみんななんか昔のギャングスターの映画とか,かめちゃくちゃ影響をもらってるし、うん、それは結構ヒップホップにつなが,つながりもあると思うからう、ねうん、俺もなんか自分の,あの影響をもらう映画もあるし、うんうん、なんかそこから 曲のアアイディアが出てくるとか、うん、そこからビジュアルのアイディアが出てくるの結構あるし、うん、あのもっとあの映画勉強して、うん、そのビジュアルの仕方もっと上手くなりたいなって思う,う,んうん、うん、なるほど映画監督とかやりたいとか思わないですかあの映画監督 やりたいってことできたらいいな。<ー>できたらいいですね。できたらいいですね。何かやりたいです。なんか監督でなんかインスピレーションを受けてる監督とか。うあー、Safety Brothers? たぶもう3年前ぐらい出てきた Uncut Gems? おかイエスロカルン・ガーネット。 ああそうなんだ。 コーンブロドス大好き,語大好き <laughs> 俺も大好き他もあるけど、うん、まあ日本だったら、あのー、あのビートたけしかおアニメの監督もなんかいアニメもあるしアニメだったら大友和宏だったっけあのー シチーム声とか、いろいろ。シチーム声わかんないまあとにかく、うんあのは、宮崎駿とか、ジブリね、あのまあ、そっちの,あのそうですね、うん、あのテッコン・キンクリートのディレクター、の名前覚えてないけど。まあとにかくあの そうですね。勉強は一応してます。ーうーえー、コ、え、イ、ー、ブラザーズの映画何が一番好きですか ?No Country for o l d Men。Oh, yeah.Oh, yeah.100%. <laughs> <It 's S 2> いっぱいあるけど。でも、No Country for o l d Men から、に、うん、あの、興味、その、ディレクターの興味を始<ー>して、他のやつ見始めたけど。うん、no Country for o l d Men は、マジで俺の、 トップ5の映画知りたいですだってアニメも入ってたらアニメとか全部含めて全部含めてテコンキンクリートは俺の一番好きな映画わかんないテッコンキンクリートそれはアニメまあ知ってる人は知ってるよねちょっとアンダーグラウンドだけど多分 アメ,リカ人アメリカ人の監督かアメリカ人が日本人と一緒にやってるアニメだと思うんですけどそれはもう本当にあのなんか何て言うのかなあのなんか深いコネクションがあるって気持ちがあってあの映画とあの他は ああ、ノーカッチプローメン。Hmm. No、順番はちょっと。順番はちょっとね。う、uh. ん。ああ、uh,、Godfather 2. うん。h 2. うん。Godfather 1も結構高いけどね。みざ、mm hmm. uh, 宮崎駿の何かが入ってるかな

いやシャイニングは面白いキュービー機関とか面白いですね多分1位のホラーの映画だと思ううんうん、うん、確かに確かに、うん、そうかそうか<ー>えちなみにあのさっきちょっとアクセサリーの話してたけど今つけてるこの宮地のとなんかニューヨークハットと合わせてるあこれあのめっちゃかっこいいのすなど。あそうなんですかいやなんかお土産で急になんかびっくりしました <laughs> あの多,分多分北海道の人えだったっけ Matonika. I shot him out. Haru Shinobu. Oh Shinobu yeah. Studio. yeah. Yeah, yeah, yeah. I know him. Yeah. So Hokkaido. And my dude, yeah. Oh he's um he lives here. Chiba. Chiba? Oh okay. His partner okay. is I think he still lives in Hokkaido. オッケーオッケー。多分なんか、なおかのイベントのコメントいろいろそうそうそう。わかんないけど。うん、そうだと思う。そうそうそう。いや、あるグはめっちゃ。あるグはめっちゃいいやつですね。シャーウシャラ、ダウハル。ハルシャーダウンめっいいよねですね。いいよね。シャーダウン。イエくちいいあ、そうなんだ。うん。熱い熱い。そうか、そうか。ファッションのこだわりとかあったりするんですか俺は、 あの正直言ったらあの生まれ育ちとか、うん、もう全然ファッションとか、まあ、最初は俺洋服買おうか金なかったあ<ー>それはなんか、うん、もう本当に普通のなんかあの結構ディスカウントの洋服着てたから、うん、子供の時は、うん、あのあの でなんかあの俺のファミリーの中にファッション向きの人はいないから<ー>だからあ,のあんまりなんかその育ちはない、うん、前は全然センスはゼロだった <laughs> だってもう全然分かんなかったの何にも分かんなかったし、うん、あの多分本当に 日本でラップ活躍始めるまで、もう本当にセンスな,、うん、なかったって、まあ、ほぼなかったって感じで。<laughs> そうなの,の日本に来てから、いっぱい学んで、うん、日本ってもうセンス強いからね。ああ、うん、<京>そうかもしれない。うんね、東京は確かにあの。みんなかっこいいから、みんないい格好するから。うん、確,か確かに、確かに。 インスパイアーもらったしうん、うん、あファッションってこんなものなんだって本当に学んだし俺もやっぱりなんかあのもっと真面目にかっこよくしたいなって気持ちも、うん、でもねやっぱり俺はそのあのあの育ちはあんまりかっこよくなかったのになんか まあニューヨークスタイルが大体分かってたところから来てるからはははいいいだからそれは必ずなんかあのあののメインでそこからまあこれやってみようこれちょっとやってみようこれちょっとやってみようこれ着てみようこんな色だったらどうかなみたいなこんなブランドはどうかなみたいなもうあのこれからなんか。 学んできたんですけど最近最近の234年とかでもその前はラフなニューヨークスタイルだったから俺はずっとだからティンバーランドとか f フォースワンとかヤンキーズの帽子それはもう前からあったけどそれ以外は全然分かんなかったからああそういうことかそうそうそうだから俺は必ず あの,あのイメージ的にニュ、er. ーヨー e r はそれ心に大事だからそれはいつも俺の,、ね、のエネルギー俺のバイブだからそこからあのまあちょっとやってみる感じですねでもあのあのあの ファッション系のラッパー探したい人はあの他の人です。俺は, <laughs> 俺はただ、あの、you know, we just rock fly shit you know, when we r <laughs> and we keep it simple. <laughs> シンプルニューヨークスタイルでやってもいけないなんかスタイルとかってあったりします これは例えばニューヨークに行きたいっていう人たちたくさんいると思うんですけど、うん、でその,なんかあの感じでニューヨークでこれはだめだよ絶対にっていう <laughs> まあでもニューヨークは東京みたいにファッションのところだから、はい、だから不思議な,なんか格好とかなんか,、うん、なんかファッションもう,もう本当にファッションみたいな変わってるところはあるから、うん、だからニューヨークは一番なんか。 変な複雑な人間住んでる場所だから <laughs> あのなんかなんていうのあの変ってなんかもうそのレベル高いからあ<ー> <laughs> そういうことかる,とかる<う>変であれば変であるほどいいみたいなねでもまあなんていうのニューヨークのヒップホップコミュニティとか俺,、うん、俺の周りの友達とかの人だったらうん、うん、まあなんかまあいろいろあるかなうーん まあだから俺が前に行ってる G 級に行ってる帽子のやつとかは下緑すよね緑じゃなくてグレーじゃんズボンは、うん、そうズボンはあんまりなんかタイトみたいな、うん、タイト系のやつはあんまりちょっと少ないかもしれないけど、はいまあ、これほとんどなんかあのもっと若い頃の考え方だと思うけど。うん でもなんかズボンはあんまり行かないとか<タッ>ねあるよねそれはちょっとあるけどあのなんかあのでもそれはもっとなんかニューヨークじゃなくてそのニューヨークの中の,あのヒップホップカルチャーとかのうん、うん、もっとつながりがあるけどうん、うんうん、なるほどねちなみにあの多分結構日本のヒップホップと 多分向こうのヒップホップは結構違うと思うんだけど、それについてはどう思いますかうん、今の日本は、うん、その、まだ上がってきてるところだから、ヒップホップが。うん、全然、時代が、なんか、うん、なんか、そこが楽しみだよね。うん、なんか、アメリカはもうなんか、うん、もう、できてある。その業界が。まあ確かに、あのー。 なんかどこに行ってもヒップホップはあるから確かにそしてもう本当にもう3四4 0年の深い歴史がもうできてるからだからそれは別に悪くないけどこれからその上にあのエクスペリメントとか。 新しいものをやってみるとかアメリカだったらちょっと今の時代は難しい日本は逆にそのチャンスがあると思うこれからどんないろんなヒップホップを日本ジャパニーズヒップホップ作れるかこれからだからすごい絶対楽しみだそしてどのぐらい大きくなれるか、うん、確かに。 J−POP の上になれるかどうかそれとかなんかあの楽しみ楽しみですアメリカもその80年代とかだったらまだロックとかの方が上だったからそっかそうか,そう,かそういう意味でそうかそしてそれがようやくヒップホップが1位になったそのあの その上がりみたいな、その上がり一緒に,にあの他のラッパーと一緒に頑張りたいって思う。んうんうんうん。うん、確かに。うん。いいですね。うん。楽しみだ。そのそのチャンスがあってすごくなんかまラッキーラッキーだと思う。はい<ー>もうなんか自分の個人的な意見なんですけど。 自分の個人的な意見ではやっぱそこをなんか宮地さんはそれこそその日本のヒップホップっていうのを海外とかにブレイクトゥーできると思ってます、うん、確かに you know? だからもうあやっぱ本当にジャパニーズヒップホップもやっぱいい音はいいですし、うん、いいものはいいし、うん、なんかそれをもっと海外とかにも知,り、うん、知ってもらいたいですよね確かに、うんうんまあ、本当にもちろんいろんなアーティストも一緒に、うん、でそれで日本の アーティストそしてラップ業界を盛り上げていきたいとそうですねで宮内君はやっぱ海外のオーディエンスも多いですよねファンってそうって言ったらだと思いますけどうーんなんかミュージックビデオとか見てても結構コメント結構う、ねうん、英語多かったりするからそうです、ね、だからすごいなと思うんですねやっぱなんか日本でヒップホップってそこまで多分知られて人がいないからありがとう、うん、それが、うん、だんだんもっと あの大きくなるように。うん、そうですね。うん、ちょっとそれからこれ多分これからいろんなリリースがあると思うんですけど、うん、なんか次どういうふうにこれから動いていくとか今年の動きだったりとかあります？今年は、うん、あの新しいアルバム、うんうん、あのクローズ、クローズ、ースあのこのポッドキャストが出てくるときアナウンスしてると思うけど、でも今まで。 やってないからうん最初でわお願いしますクローズクローズ皆さんチェックしてくださいチェックしてくださいこれ何曲入りぐらいなんですか ?11 かな11曲このアルバムのんかコンセプトだったりとかあったりするんですかありますねあのクローズはカラスカラスあのなぜ うん、あのカラス、うん、あの理由は、うん、あのまあなんか今までテーマとして使ってないけど、うん、でも本当にもう2020年から本当にカラスのそのあの動物としてシンボルとしてなんか、うん、あの。 なん,かなんか強い、うん、強いものだなって思ったカラスってなんか非常に頭いいあのコミュニケーションもうまいし、うんうん、お互いのコミュニケーションがんか記憶もめちゃくちゃいいへ、うん、え あのどこでもいる動物なんじゃない確かに、都日本、まあ、どこでもいるか。あの、どこでいとか。あっと難しいるか。適どこでいるか。どこでいるか。どこでいる適どこでい場所どこできる、うんうんうん、確か。にに確かにそうですね、うん でその中にお互い守ってる<ー>例えばもし人間がいて、うんはい、人間がなぜか分かんないけど、うん、カラスを殺す、はい、周りのカラスがそれを見て、うんうん、あの人間の顔を覚えられるもしまた あの人間見たらもうすぐ分かってアタックする可能性もあるしそしてなんかあのー、あのー、なんか変なんですけどなんかそのカラスが死んだ後でもなんか、うん、なんか葬式みたいななんか感じでなんか集まるんですよ、えー、その死んだ場所であそうなんだそうそう。 でなんか何にも言わないで「like、うん、Moment of Silence」right, <right>, right. みたいなことするんですよ。うんうん、それってなんか結構ど人間以外あんまりないから。確かにしない。そんな何なんか一緒に集まって、はい、なんかのなんか文化みたいな、うんうん、あってだからまあとにかく頭いい。うん

ってなるほど深いっすね,っすねあのまあだからその「毎日2とか 2>、うん、その動画も似てるテーマ入ってると思うけど他の曲も結構あの,あのでもなんかあのアルバムも結構なんかいろんなあのあの d a だけじゃないですよんみんなのためにあの。 いろんな楽しい曲もあるし、深い曲もあるし、うん、チレンな曲もあるし、皆さんぜひ、クローズチェックしてください。クローズチェックお願いします。ということでね、これからもね海岸まで飛び出してね活躍してくれる宮君だと思いますので、ぜひぜひね、アルバムのチェックお願いしますということで、下のリンクからね貼っトくんで、マイスネス含め、全部見ていただいてねサポートしていただけたらなと思います。と、はいうことで、また。 次回ゴールデンラッシュポッドキャストのあ次回でお会いしましょう。ピースクローズアな。やだい。皆さんチェックしてね。ありがとうございました。ありがとうございました。<ー>なんと、ゴールデンラッシュポッドキャスト、スポンサークラブ始めます。 あのこれ、ゴーネラシュポッドキャストなんですけど、編集とか手伝ってくれてる方もいるんですけど、まあ、基本的に2人体制でやってて、なかなかね、自分たちベースが札幌なので、その撮影のために東京に来たりだとか、まあ、スタジオを借りたりだとか、コストの方が高いわけですよ、これは。やっぱりそのプロダクションとかもこだわってますし、まあ、ライティングだったり、マイクだったり、カメラだったり、機材もこだわってますし、やっぱりいいクオリティのね、コンテンツを皆さんにお届けしたいということで、まあ、そこまでこだわってやってるんですけども、もちろん収益化してるわけであるんですよ。なんですけど、やっぱりその。 全部をカバーでできるレベルではないとそういうことで今回ねあのサポートしてくれるお気持ちでねゴールデンラッシュポッドキャストにこれぐらい毎月サポートするよっていうようなねスポンサーっていう形でクラブをね作りたいなと思って。 で、これがまあ、スポンサークラブというものなんですけども、まあ、下のリングの方から飛んでもらえたらね、もっともっとね、あの、詳しく詳細、どういう風になってるかっていうのは知れると思うんですけど、このスポンサークラブに入っていただいた方は、会員制のみの、まあ、Discord を使ったコミュニティで入って、まあ、そこでね、他のコミュニティメンバーともシェアできたりとか、あとは、ビハインドシーンって言ってね、あの、この撮影の現場の裏側だったりとか、まあ、自分たちが東京に来てて、いろんなところ回ったりとか、いろんな人と会ったりしてるんですけど、まあ、そういう状況をね、お届けできたらなと。 あとは写真だったりとか、あとはね、あの先行配信、あとは限定配信、あとはあの撮影のね、オーディエンスとして来てもらうとか、あとはまあこの一緒に番組を作っていくっていう上で、質問を応募したりだとか、まあ、いろいろね、あのリターンがあるわけですよ。で、まあそのプ,プランによってね、あのいろんなリターンがあると思うので、まあ、自分が出せる範囲、自分がサポートできる範囲で、えー、こういうぐらいだったら、これぐらいサポートしてもいいなとか、まあ、オフ会とかもね、いろいろ考えてるんで、まあ、みんなとね、あのー、実際に会って話せる現場所、 あとは、このコンテンツを作れる場所。まあ、こういうものをね、あのこのクラブを通して作っていきたいなと思いますので、ね、ぜひぜひサポートしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ下の勝敗のリンクから飛んでいただいてね、あのぜひぜひスポンサーになることをご考慮していただけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、まあ、今回のエピソードを終わりたいと思います。では、また、Peace!